鈴木浩二のパードック、皆さんこんにちは、小説家の鈴木浩二です。今日はですね、ゲストにキャノングローバル戦略研究所の研究主幹でいらっしゃいます杉山丹司さんを迎えしています。杉山さんは地球環境問題の専門家でいらっしゃいますけれども、まあ今年の4月からですね、発送電分離というものが始まったと思うんですけれども、これはどうなんでしょうか。すごくいいシステムなんですか、それとも何か問題ありますかね。まあ、少し説明すると、はい、昔は電力会社っていうのはこう地域で一つ決まってたわけですよね。東京だったら東京電力、大阪だったら関西電力、北海道だったら北海道電力、はい、まあ、分かりやすかったわけですけど、まあ、それをですね、まあ、こう独占してるのは良くないっていうことで、会社をバラバラにしてきたわけですね。一つの電力会社を発電する会社と送電する会社と分けると、それからあと電気を売りに来る会社もですね、分けると。分けるだけじゃなくて、どん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 新しい参入も増やしてきたので、最近皆さんあの電車に乗ると電気の広告、なんとか電気とかですね、テレビでもなんとか電気とか、いろんな会社が電気売るようになりましたね。ガス会社が売ってるとか、まあそういう、まあ、それも昔はこの一つの会社が一つの地域の電力供給を担ってたっていうのを、まあ、細々分離すると、それがまあこれで仕上がりになったっていうのがこの4月1日からの制度ですね。でそれがいいか悪いかなんですけど、まあ、サービス合戦やるから安くなるはずだよねという発想はもちろんある。でそれでやってきた。でただ本当に安くなるかどうかこれから見てみないと分かんないですよ、今はまあだから最初だからみんな販売促進のために一生懸命頑張って値段下げたりしてますけど、まあ仕上がりで見て本当にみんなあの安くなりますかっていう、これはこれからなんないと分からない。で海外の例見ると全然安くなってないのが結構むしろ増えてたりですね、っていうのはあのまあ、みんなその一生懸命安くする競争もやるんだけど、その一方で儲かるところは電気料金上げたりしますから、自由回転、そういう意味ですからね。お金払ってくれそうな人は高くするっていう意味もあるんで、だから仕上がりとして安くなるかどうか実は全然理屈の上でも分かんないし、海外で本当に自由化して安くなりましたかってそうじゃないところが結構多いです。その自由化する一方であの太陽電池入れたり原子力やめたりいろんなこと一緒にやったりするんで、どこまでが自由化のせいかわからないんですけど、ヨーロッパの電気料金っていうのはもう倍増してるんですよね、比べるのは、ね、だから日本もそう安くなるかどうか全然わかんない。僕はまあ素人考えだと、そのインフラ大事なインフラだと思うんですけれども、それ自由化した時にはやっぱり電力が不足するとなるとこれ価格上がりますよね。そうすると価格上がったらその儲かるわけじゃないですか。そうすると不足した方がその電力自由化を扱っている会社っていうものは利益上がるってことになって、まあ、それはもう本当にえげつないのが昔アメリカであって、あのエンロンっていう会社あったんですけど、電気がみんな不足してる時にわざと発電所止めて、で電気料金をものすごい 99.99 とかって入れられる一番大きい数字につけて売ったっていう、なんかそういうひどいこと言って、まあ、その会社潰れちゃいましたけどね、その後ね。そうですか。だから下手するとそういうことが起きちゃう。でどうしてるかっていうと、まあ、そういうことまではやらないようにいろんな規制とかするんですけど、もともと電気ってこの発電所からこう送電線たどってこう電線つながってこう一体のシステムとして動いてたのを無理やりいろんな会社に分けて、無理やりいろんな役割を負わせるから、規制するって言ってもなかなかねうまくいかないんですよ。規制がどんどん複雑になってっちゃって。でもこの電気というものはこの供給量と需要量の量っていうものを一致させなくちゃいけないじゃないですか。これ自由化させることによってこううまくこう一致させるってことできるんですか。だからこう制度を細かく作ってですね、いろんな義務や権利をこう会社に定めて一致させるというのを一生懸命やってますが、ちょっと心配なのはね、まああのまあ、それなりにはあの機能するんだと思うんですけど、本当に何かこう国難が来たような時にね、あのそれでもって本当に電力の供給っていうのを維持できるかとか、あのウイルスが蔓延してしまったとか、戦争になるとかですね、これまでの電力会社ってそのいうのはある意味すごいモラルは高かったんですよ。その地域の人に何が何でも安定して電気を届けるんだと、そのためにはもう本当にあの
自らの向こうの体を投げ打ってみんな頑張るという高い意識を持っている人がたくさんいたんですね。でも今もうそういう意識はどっちかというといらないものとされてしまって、ね、バラバラになっちゃったら、みんなちっちゃい会社員がそれぞれ儲けなさいっていう話、はいはい、全体の心配をする人っていうのはすごく減ってますよね。そうするとどうでしょうかね、この、電力の送配電分離っていうみんな自由化になった時のまあいいところと悪いところが、まあ、あるにしても、それ相対的に見るとこれはやるべきことなのか、それ僕はなぜこっちに行くのかさっぱり分かんないんですけれども、まあ一気にこっちに流れが来たの、この自由化の流れが傾いたのは、うん、あの大震災の時に、うん、電力会社はけしからんという話になって、うん、それでバラバラにする方向に勢いが向いたっていうのが一番大きい。あ、それだけですか。で今、いやそれだけでもないですけど、まあもちろんその独占じゃなくした方が、うん、小さい会社たくさん作った方が経済的に効率いいはずだっていう意見も、でただその仕上がりとして良くなるかどうかはちょっとこれからですし、あともう、まあ、制度もう随分変わってしまったので、うん、これから全部元に戻すというのはなかなかいかないんですけども、うんうん、まあ、新しい制度ができたって言ってもその完全な制度には程遠いのでこれからもどん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 変えていくんですね。でその中でその本当にじゃあコストも下げる、電気料金も下げることができて、うん、かつそのいざという時も含めて安定して電力供給できてそういう体制にするかとか、うんうん、そこはまだまだこれからだと思います。なるほど、まあ、エネルギーのね電気のこの安定供給っていうものの全体っていうものをこの見る人間、それからかつての電力会社のようにそこのところをもう自分の使命だと感じて地域と協力してやるような体制がなかったらなんとなく不安なようにも思うんですけれども、まあそれ今後の課題ということになるでしょうね。またこの話聞かせてください。